こんにちは、さりです。今回は中年の危機について話します。はじめにこのエピソードを作るきっかけとなったのは QFLO という YouTuber に質問ができる、えー、サイトから、えー、この中年の危機について質問が来ていたからです。 このサービスのスポンサーは受けていないんですけど、YouTuber にとっても、その YouTuber を応援してる人、えー、いや視聴者にとってもいいサービスだと思うので、えー、紹介させてください。えー、あと実はこれ私の生徒さんが作ったサービスなので、応援したいなと思ってえ紹介しますね。はい。で、これは、 YouTuber に質問ができるプラットフォームですもしその質問に YouTuber が答えてくれたらお金を払います支払いが発生しますでも答えてくれない時はお金を払わなくていいですあの YouTube 自体に投げ銭スーパーチャットとかスーパーサンクスみたいなのがあると思うんですけど それだと、まあ、お金を渡すけど答えてくれないこともありますよねお金を出したけど答えてくれないこともありますよねでもこのプラットフォームを使うとそのユーチューバーが答えてくれた時だけお金を払いますどうですかフェアだと思いませんかもし、えー、皆さんがユーチューバーだったら、えー、使ってみてくださいもしくはお気に入りのクリエイターユーチューバーにおすすめしてみてください きっとと楽しいい交流になると思いますよはいじゃあ、えー、宣伝はここまで <laughs> で、えー、私への質問を読みますね約20年前中年の危機についての記事を読みましたその記事では「日本の社会では中年の危機がとても珍しい」と述べられていました括弧）特別な理由は忘れてしまいました とにかくそれは今でも事実だと思いますかそうですねえっとまず、えー、中年の危機とは何なんでしょうか <laughs> 私はこの質問の意味を100%あ理解、えー、していませんでしたし今も理解できているか分かりませんなぜかというと日本でその中年の危機という概念コンセプトは あままり知られていません心理学や海外ドラマを見てそのコンセプトを知る人はいると思います私もそのうちの一人ですでも多くの人はこの言葉を知らないと思います私もそのあまり馴染みがない言葉なので調べましただから私は中年の危機についての理解が浅いですしかもまだその まだ中年のの危機を迎えてないので <laughs> あの実体験を語ることもできない自分の経験を話すこともできないんですけど少し調べたのでその中年の危機がどういうものなのかとあと日本で、えー、中年の危機があるのかどうかというのをお話ししたいと思います。 はい、中年の危機というのは、主に西洋の国で使われる言葉で、えー、人が40歳から60歳ぐらいの時に、生活や仕事や家族のことについて、大きく考え方が変わる時や、不安に感じる時のことを言うそうです。この時に自分自身の考え方が変わったり、自分がずっとやりたかったこと、 と現実の違いいに気づいたり人間関係が変わったりすることがあるそうですその結果として生活のスタイルが大きく変わることがあるそうです例えば大きな買い物をしたり新しい趣味を始めたり仕事を変えたりすることがあるそうです危機というとクライシスなのでなんか良くないイメージ 悪い意味があるように聞こえるんですけどそれは悪いことだけじゃなくて自分自身のことを深く理解したり成長したりするきっかけになると思いますはい。先ほども言った通り日本では中年の危機という言葉が認知されていない知られていないと思いますでも私の個人的な意見ですがこの言葉の意味と同じような経験をする人は 西洋とと変わらずいると思いる思ます。今回は4つのカテゴリーに分けて考えていきますまず1つ目はキャリアチェンジ。IT 企業の社長だった人が急に会社を売ってタイで坊主の修行を始めた金融業界で第一線で働いていた人金融業界で忙しく働いていた人が急に農家になった。 新しい人生やキャリアを始めることを選んだという話を聞いたことがあります次はライフスタイルの変化ですねスポーツカーや高級車を買ったり珍しい血統書付きのこれまた高級なペットを飼い始めたり今まで働いていた、えー、都会から急に誰も 知り合いがいない田舎に引っ越して新しい生活を始めるなどライフスタイルが大きく変化する行動を取る人がいます3つ目人間関係の見直しそうですね長年連れ添ったパートナーとの関係を見直す、えー、これからどうするかを考える人も多いようですまあ離婚する方もいらっしゃいます 長く結婚生活を続けていて年を取ってから別れることを熟年離婚と言いますそれに伴ってまたシングル独身に戻ってから新しいパートナーを探すためにデートや婚活婚活っていうのは結婚するための活動ですね婚活を始める人がいます最後に健康や体型への意識 です。若い頃よりももっと健康に気を遣ったり体型を気にし始める人が増えるそうですその結果急にジムに通い始めて健康に気を使うようになるそうですで私が住んでいるところでよく見かけるのは自転車に乗った中年のおじさんです。私も <laughs> 自転車に乗るし最近知った言葉なんですが。英語圏では えー、マーミルどうやって発音するかわからないんですけど。Man in man in まあとにかく <laughs> そういう言葉があるそうです。私自身もリクはバイクはあのそういう素材の服を着るし <laughs> 安くはない。自転車に乗っているので、ちょっと傷つくタームなんですけど <laughs>。そういう単語があるそうです。 まあ、実際にそうですね私がよくここら辺で見る中、えー、年の男性は、えっと、ピチピチの、えー、服を着て、うん、高いロードバイクに乗っています100万円以上するような高いロードバイクに乗っている人がいます私は健康的でいいと思うんですけどね、はい、<laughs> どう思うかは皆さん次第ですねいかがでしたか皆さんの国とは違いがありますか 中年の危機を経験したことがありますか私はこの言葉、えー、中年の危機を調べれば調べるほど悪いことじゃないなと思いましたその人個人の幸福度にとっていいことなんじゃないかなと思いましたまあ家族とかに迷惑をかけるっていう点では賛否両論その反対意見もあると思うんですけど 自己の自分のアイデンティティや人生の目的について再評価するのは何歳であっても大切だと思います、うん、それは自分が持っている価値自分の考えと向き合うことなので簡単なことじゃないと思うんですけどそれ以上に新しい視点が持てますよねそうすることによってこれからの人生の設計図を 書くことができるんじゃないかなと思いましたはいじゃあ今回も最後まで聞いてくれてありがとうございましたもしよかったら Q フロ、えー、アルファベットで Q-U-F-R を、えー、調べてみてくださいじゃあまた次のエピソードでバイバーイ